はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、今回、ブラウン着ております。えー、あんまり意味はないんですけど、ブラウン着ております。えー、なんですけども。はい、えー、もうちょっとね、シャツの色はどうでもいいんですけども、えー、じゃ早速ね、本題の方に入っていきたいなと思います。今回の話題なんですけども、まあ、本日ね、えー、水曜日ということもあってね、毎週水曜日はやっぱり分身法ということで、うん、やっぱり出てきたな、みたいなね、え、感じですけども、 でね今回の話ねやっぱりねあのキッシー政権だよね本当にこれねキッシーさんもはっきり言って任命責任あるよねということで今回はねはい万博大臣の地味さんに関する話ですということでねまあこの地味花子万博大臣に関してはですねまあそれこそ23年前のね えまあ皆さんもご存知だと思いますけどもあのやっぱり同じ2世議員のね橋本学衆議院議員とのあの略奪婚ありましたよね。ありましたよね。えー、橋本議員がね確か橋本さんも4人ぐらいお子さんがいらっしゃいましたよね。男の子女の子2人ずつでだ確かそんな家族構成だったような記憶がまあ記憶ですけどもまあそういったようなね えー、お子さんがいっぱいいる橋本さんを略奪してね地味さんなんと文、えー、金高島田でね実際に、えー、挙式を挙げたといったような略奪婚を成功させた、えーねあのえー、地味花子さんなわけですけども、えー、今回この地味さんに関してですねまた文春の方でそれこそ文春法的な記事を出しておりますやっぱりかーみたいな話なんですけどね。 まあ、この地味さんの事務,所事務所っていうと、以前からね、なんかね、罵声が飛び交うだとか、やたら古希使われるだとかね、そういったような噂もありましたし、以前確か身長あたりもね、なんかね、いろいろ記事に上げておりましたけども、要はね、以前からこの政治資金規制法に絡むような話があるね、とかね、それこそあの、略奪婚がね、起きたぐらいの時にもそういったような話もありましたけどね、まあそういった、なんていうのかな、 まあ非常にグレーなね、人を今回またこのね、担当大臣に挙げてる。やっぱりこれキッシーさん任命責任あるよ、みたいなね。まあキッシーさん自体がおかしいけどね。本当にね、この岸田内,岸田内閣はですね、本当に任命責任ということを今言いましたけども、ちょっとね、人選おかしすぎるよね。まあというかですね、もう自民党がちょっとおかしいわね。あの例のさ、逮捕された秋元さんの、 洋上風力のね、大馬さん欲しい、えー、増収祝だとかさ、まあ、エッフェルネーんの話もあったりだとかね。で、極め付きの、極め付きのあの、キャラ問題だとかね。もうなんかね、なんていうのかな、この政治家の人たち、特にこの自民党のさ、議員なんかもなんかこういったようなね、多少こういった疑惑があってもほっとけ、みたいなね。そういったような風潮だよね。もうその最多のものが今回の、えー、この岸田さんのね、政権だと思いますけどね。 はい。そういった中でね、ちょっとね、この地味さんの話なんですけども、えっ、ー、とね、まずこのね、非常に悪、悪評高いこのね、大阪万博ですけど、まあ、これ皆さんもね、ニュース等で上がってると思いますので、ご存知だと思いますが、もうとにかくね、資材高騰等でどん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 ね、えー、その実際の予算が増えているといったような中で、 かたや海外においてはね、メキシコだとか、もうエストニアといったような海外の企業がもう撤退してるだとか、そういったようなことも見えてますよね。で、当初の予算の1250億円だったのが、もうそれこそ倍近く、2350億円ぐらいになっている。なんでこんな増えてるんだっていうことで、当然ですね、その自民んにおいても国会答弁が必要だったわけですよね。で、その自民んの <laughs>、 答えていたえ、先日のその国会答弁でもあまりにもね、えー、広すぎるというようなことで炎上しちゃったわけですけども、まあこれ皆さんももしかしたらね、覚えてらっしゃるかなっていう気がいたしますけども、要はね、えー、この万博会場をね、この囲んでるような木造の、なんかね、通称なんかリングっていうんですね、このリン要はね、えー、こういった日よけじゃありませんけど、そういったようなものがあると。で、この日よけじゃないけど、そういったものに関してなんと350億円もかかってると。 さっき言ったですね、約2300数字億円のうちの350億円が日よ,日よけだっていうことで、地味さんのこの国会答弁でもねえ、夏の日よけとしては大きな役割を果たすんですよ、だとかね、もしくはね、雨よけにもなるみたいな発言をしたわけですよ。で、これに関して要はね、炎上しちゃったわけですよね。当たり前だよね。実際に、えー、この予算がどんどん増えている中でね、 何日焼けのために 350, 円350億円もかけるのかみたいなことで炎上しちゃったわけですよね。まあこれも皆さんもしかしたらご存知かもしれませんけど、まあそういったようなね、あの、ちょっとね、この、なんて言うんですか、表題にも書いておきましたけど、万博に関わる薬病神の地味花子さんみたいな感じなんだけど、まあそういったようなことがまずあっただとかね。 まあここら辺はもとなりですねも、もっとひどいことが実際は起きてたということで、今回のね、この分身法、明日紙ベースでは出ますけど、私はね、電子版でね、毎週一日早く見てるんですが、要はですね、もっとね、重大なことが発覚しましたということで、もともとですね、このね、内閣府の官僚だった、まあ当然この匿名で A さんという方がね、いらっしゃるんですけども、 うつ病にかかっっっちゃったんですってで下にちょこっと、ね、貼ってあるのはちょっと、ね、字が小さくて申し訳ないんですけど、まあ、あのあれですよ退職証明ということで最終的には、まあ、うつ病にかかっちゃって、まあ、休業等を介、ねえー、して最終的には退職さ,せれ,、まあさ,まあ、されたとあえて言うと退職させられたというかね退職せざるを得なかったといったような A さんなわけですけどもこれがこの地味,地味さんに関わっているといったような話です。 要はですね、まあ、この、えー、地味花子さんというと、もともとお医者さんでしょで、確かですね、小児科の、えー、まあ、お医者さんだったわけですよね。で、えー、それがね、えー、俗に言われる、えー、その、コロナ禍の時にね、えー、この、とにかく小児科に対してお金をとにかくつけなさい、みたいなことでね、えー、その、当時は、えー、コロナ禍の時にはね、もう皆さんもご存知の通り、 それこそですね別に小児科だけじゃなくて病院全体が大変だったわけですよなのでなぜ小児科っていうことなんですけども結局自身が経験していたっていうこともあるんですけどもそういった小児科のね外来の初診だとかそれこそ再診療の加算だとかそういったようなことでまあ何て言うのかな、えー、もう政府に対してそういったような要望をですね小児科が有利になるような要望をねとにかく出せと予算をつけろみたいなことを 言っていたわけで、すねでこの真ん中辺に書いてある通り、まあそういったね、入り病の中で、小児科に何で金をつけないんだ、つけろーみたいなことを、この A さんも言われたようなんですね。で、挙句の果てにはね、なんで政務官の私の子言うことが聞けないのまあ当時はね、これ、2020年当時は、この厚労省のね、まあ、政務官をね、実際に地味さんを地味、地味さんはね、お勤めされていましたので、 なんで政務官の私の言うことが聞けないんだみたいなことをね、言ってたと。で、とにかく予算をつけなさいね、といったようなこと。言うことを聞かなければ飛ばすわよみたいなことを言われちゃったらしいんですね。こういったような、まあ、自民さんの事務所においてはね、こういったババババーンといったようなね、えー、声がどんどん上がっていたと。で、なおかつね、ね今回ね、えー、まあ実際に暴露されているんですけども、それこそね、今言ったようなことが、まあね、 あの、夜中のね、10時以降だとか、朝方で言えばね、朝の5時とか、そこら辺から携帯電話にかかってくるんですって、あの予算どうなったのとかね、そんな、たまらんわね。それで土日も当たり前のごとくね、関係なしに電話かかってくるらしいですよ。まあ、そういったようなことがあったので、それこそですね、霞が関の間ではね、あだ名がつけられちゃってね、パワハラ花子みたいな、そういったあだ名がつけられちゃったようです。 まあわかるわね。まあ、さっき言ったように以前からね、この地味さんの周りってこういったようなことありましたよね。何せ、えー、この人の事務所の中ではパワハラが起きてるっていうことはありましたけど、今回ね、えー、この具体的にうつ病によって退職された、えー、官僚の方が出たということで大きく取り上げられたわけです。 はい、でですね、今言ったように、ちょっと最終的にこの A さんにおいては非常にお気の毒なんですけど、うつ病を患われて、そして退職されたというような話で、一番下に退職証明書がついております。はい、それでですね、次のページ、ちょっとすいません。また喉痛くなってきた。ごめんなさい。<coughs> もうこういったね、話してると本当にね、頭がきちゃうんで、 えー、こういった被害者が出てるわけですよね。本当に頭が来ちゃうんで、もうだんだんエキサイトしてきて喉も痛くなってくるんだけど、ちょっとね、トンダウンして話すようにしますね。はい。えー、でですね、えー、この A さんだけじゃなくて他の例えば、えー、このね、地味さんの、えー、事務所でね、勤務経,経験のある人から、えー、に対してですね、この、えー、文春の記者の方は取材をかけたようです。で、それこそね、さっき朝の5時なんて話がありましたけど、朝の6時半ぐらいに、 え、ジミさんからの問い合わせがね、来るのはもう全くもって当たり前でだと言ったようなことらしいですね。<laughs> で、それこそですね、このジミさん、ジミさん以外の他の事務所からはですね、本当にね、ジミ、ジミさんの、えー、事務所はね、ブラックで大変だな、みたいなことを言われちゃってるらしいよ。<laughs> 他の事務所からそんなこと言われてるんですって、もう目も当てられないね、というようなね、感じですよね。 で、えー、ちょっと冒頭お話ししましたように、何と言ってもですね、えー、この地味花子さんといえば、その数年前の略奪婚、ね、えー、この橋本学、えー、衆議院議員とね、略奪婚しましたよね、と言いながら、まあ最終的には、まあ結婚したんだから、みたいなことで話がなんとなくうやむやになっておりますけどね、まあそういったような非常にね、なんてういうなかな気が強くておが,が強いんでしょうね私にね、私も知りませんよ。<laughs> 話したことあるわけじゃありませんからね。 でもなんか相当我が強くてね、えー、っていう感じの人,人なんじゃないんですかっていうことはなんとなく感じますけどねはいまあそういったような、まあ、略奪婚で有名になった地味さんなんですけどまあこの文春の記事の中でも書いてありますけどもともとのこの略奪婚を一番最初に暴露したのも文春だったんですよねこれもだから3年か4年ぐらい前だったという私も記憶がありますけどもその文春が暴露して その時に文春の取材に対して地味さんは何と答えてたかというとね、その部分はね、そのまま読みますけど、実は私、別にお付き合いしている方がおりまして、誰にも言ってないんですけども、学先生にはお伝えをしております。要は、このね、橋本衆議院議員、橋本学衆議院議員との不倫を否定したわけですよ。でもね、最終的にはやっぱり不倫だったってことがバレてるわけだよね。 まあそういったような嘘をついていた。まあ結局嘘だらけっていう話でしょ。まあといったようなことだ、なわけですよね。で、なおかつね、今回の分身法の記事で、えー、またちょっとね、えー、まあ以前からね、この政治資金規制法に関する問題いろいろ出てますけどね、この地味さんにおいてはね。で、今回またね、出てきたわけですよ。その収支報告書。で、<laughs> まあ実際のね、この地味さんがえ代表を務めるね、えー えこのね、政治団体のひまわり会え。こっからですね、レッスン料の名目で、なんかね、外国語の教室宛てに128万4000円が支出されていたんですって。要はですね、政治資金を使って語学力、ご自身の、ね、語学力を向上させるといった、まさしく講師混同のお金の使い方をしている。そういったようなこともバレちゃったよ。地味さんといったようなことですね。 まあ、そういったようなことがあるというような、もう、主々問題を抱えて、とにかくね、えー、いっぱい問題だよ、ジミさん、みたいなことが出てきちゃったわけです。はい。でですね、えー、こういったようないろんな疑惑が出てきちゃったことに対して、えー、文集の記者の方は、当然、ジミさんに対して、えー、まあね、取材をかけて、どうなんですか、まあ、回答は一応返ってきたんですって。まあね、あー なんていうの政治家に対するね、質問、必ず回答こんな感じですけどね。要はさっき言ったね、元官僚の人に対する、A さんに対するパワハラ、そんなことはないよ、みたいなことでね。もともと、その数人のね、それこそ官僚の方に関しては、以前からそのキャリアといったような観点で、まあ辞めたような人もね、キャリア形成といったような観点で辞めたような人がいたけども、パワハラといったような事実はありません、みたいなことを言ってるわけだよ。 朝の5時から電話かけまくって、土日も関係,関係なくかけまくってですね。それで、挙句の果てにね、言うことを聞かなかったら飛ばすわよ、みたいなことをパワハラ言っててですね、そういったことありません、といったことを、えー、地味さん言ってたんですって、ね、何なんだっていう感じですけどね。で、えー、まあそういったようなことだとか、さっきのね、あの語学、工、え、場、ー、による、ね、レッスン料ですね、128万円っていう話、これに関してもね、 必要な経費として適正に処理されております。みたいな回答をしてるわけですよ。<laughs> 処理はされてるんでしょうね。だってこれさ、政治資金報告書に書いてあるわけだから。じゃあ、どういったような観点で適正なんですかって。だってこれ、語学力の向上とですね、実際このね、政治資金の使い道とどうリンクするんですかその説明が何にもなくね、適正に処理をされている。ただ単に、 その128万円の拠出があった、それだけをちゃんと書いてあります、そういった意味なんですかね。ということで、相変わらずね、まあ、いつも政治家のね、えー、こういったような、なんていうの、不祥事というかですね、問題、疑惑に関してはいつもですけど、こういった回答しか来ませんね、といったような話だったわけです。はい、ちょっと変えます。 はい。ということでですね。はい。またまた出てきましたよ。キッシー再建、あ、キッシー再建で、キッシー政権のですね、えー、まあ、女性閣僚の人というようなことで、あのね、9月のね、内閣改造は一体何だったんですかね、みたいなね。 ま、今回、地味さんの話もそうだけど、やっぱり同じ二世議員の加藤さんだって同じような問題出てるでしょで、さっき言ったように逮捕された秋元さんでしょマイナ保険証でゴタゴタしてる河野さんでしょえー、そして、エッフェル姉さんの、あの、ね、松川るい16世さんだとかさ、で、挙句の果てに木原、えー、元ね、官房副長官でしょ もうとにかくね、次から次とこんだけ出てきて、なおかつ本人に至っても、息子の翔太郎の問題だとかさ、そして増税メガネみたいなことを言われてるわけですよ。そりゃね、あのーえー、内閣支持率だってどん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 下がるの当たり前だよね。国民から批判されるの当たり前だと思いますよ。本当にね、なんて言うのそれは自民党だってね、一番の今現在のね、与党ね、政権与党ですから、 ねえー、やっぱりね、自民党の議員の方もいっぱいおられるわけですよ。そう言ってね、中でにおいてはね、やっぱり真面目にね、えー、政治活動をされてる議員の方だっていっぱいいるわけだよね。ほんと、旗迷惑だよね。というかですね、はた迷惑というか、本当にね、とんでもないわね、真面目に、えー、その政治活動をされてる方においてはですね、別に自民党の議員だからって言って、全員が全員ね、そんなやら変なことやってるってわけじゃないから、だからそれを考えるとね、ちょっと本当にね、 他の真面目に政治活動をされている議員の方にとってはね、とんでもない話だけど、でもやっぱり本当にね、死にたいところの話じゃないよね。果たしてさ、来年の総裁選だってどうなるのかってこともありますし、それまではっきり言って、このね、岸田政権が持つのかっていう問題になってきましたね。それこそ内閣総辞職って話にも、来年早々ぐらいにもなるかもしれないですよね。まあ、あの、まあそういったようなことで、 とにかくこの今現在のこのキッシー再建と経済の話で言えばどんどん物価高とかそういったこともあるし国民のさ日本国民の何て言うのその不満のねやりどころというかですね本当にとんでもないねみたいな感じですよねまあ私はあのまあバンコクにいますけどもまあこういったようないろんなねニュースをねえーまあ YouTuber ですので毎日のように見ておりますけどちょっとね本当に今回のこのキッシー政権に関してはひどすぎるな といったような、ねえー、もう感触ですよ、ねえー、まあさっきね内閣総辞職なんていう話ありましたけど本当にねこれね不信任案が出てきてさそういった可能性もあるねはっきり言ってねあまりにもひどすぎるよ本当にっていう感じがいたします。はい、い今回もありがとうございました。バイバイイ。